また沖縄の辺野古の新基地建設の問題を見ても、今朝も座り込みを続けている地元の市民の皆さんたちを一人一人排除をして、沖縄の県警にプラス日本本土から機動隊が増強をされて、毎朝200人から300人の人たちを排除をして、そして工事をするトラックが入っていく、その攻防が今朝も行われています。昨日は500人の人が座り込み、そして1人ずつ排除されるけれども、しかしまた戻って座り込みを続けるという攻防が行われ、昨日は1台のトラックも辺野古の新基地建設のために基地県シュワブ、アメリカ軍のキャンプシュワブ内に入ることができなかったということがありました。そんな事実は実は本土のこの日本のマスコミは一切報道をしていません。沖縄県知事選挙や沖縄県における衆議院選挙を通じても、沖縄県民は沖縄の辺野古に新基地建設反対をする人を全て当選をさせてきている。沖縄県民の民意は明らかであります。そしてまた最近明らかになったことで言えば、沖縄に普天間基地の移設先を辺野古にしろということをアメリカ側から言ったことは一回もないという事実が明らかにもなっています。1995年の沖縄少女暴行事件以降、普天間基地の早期移転をするということと合わせて、米軍の世界的な再編成の中で、沖縄の海兵隊のその主力部隊はすでにガムに北マリアナ諸島に移動をすることになって、その整備が続けられています。8000人いるという沖縄の海兵隊、そのほとんどがガムに移転をすることに、これはアメリカ政府との間で決まっていることであります。ところが名護市に新しい基地を作って、そしてそこに海兵隊が行くと言っているんですから、言っている話とやっている話がまさしく矛盾をしているわけであります。アメリカがガムに海兵隊は移転をする、なのになぜ名護市辺野古に新しい基地建設をしなければならないのか、このことについて日本の政府は何ら明確な回答を示していません。普天間基地にいる海兵隊の基本的な部分はガムに移転をすることに、もうこれは決まっているわけであります。しかし辺野古に新しい基地を作るわけでありますから、これは政府が言っているように普天間基地の移設ではなく新しい基地を作ることになるわけであります。だからこれ以上沖縄に新しい基地を作って、沖縄に過当な基地の負担を強いることは、それはやってはならないというふうに、私たちも本土にいる私たちも声を上げていかなければならない問題だというふうに思います。戦争安保法制が立憲主義に反して、本来国民の基本的な人権を守る、そういうことに憲法が最高法規定として定めている、その基本的な人権を侵すようなことが、例えば働く人たちの4割を超える人たちを非正規労働者のままに置いといて、そしてまた原発、福島第一原発が収束をして、何ら収束をしていないにもかかわらず原発を再稼働をする、あるいは放射能から子どもたちを守れないままにいる、沖縄で
県民の皆さんが反対をしているにもかかわらず、そしてその必要性がないにもかかわらず、新しい基地建設を沖縄県民を排除しながら進められている、そういった一つ一つの国民の基本的な人権を侵すことのできない基本的人権を政府が守っていない。だから私たちは安倍政権を倒すしかない。来年の夏の参議院選挙は野党が結束をして、少なくとも参議院における憲法改正勢力である3分の2を自民党に、自民公明に許さない、そういう戦いをしていかなければならないということを考えております。松本市民の皆さん、私たちと一緒に強行採決をされたけれども、この安保法制一体どういう類のものであったのかということについて、そしてこれから日本は東アジアの国々の皆さんと一緒にどうやってこの東アジアにおける平和な社会を作っていくのか、そしてまたこの日本の国の中で犯すことのできない基本的な人権を守る、そんな政治をどうやって作っていくのか、一緒に考えていこうということを最後に呼びかけさせていただきまして、今日の金曜アクション街頭からのお訴えとさせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。